優良企業は優良顧客に優良商品を提供するという正しいことを行い続けるがゆえに、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はホンダ株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ホンダですけれども、今期第一四半期決算は、純利益昨年対比で 2.4 倍という数字を発表しているということです。はい、なので、今年度の利益予想の進捗率もですね、第一四半期目安 25% を超えて、45.4% ということで、最初の3ヶ月にして、目標予想の 45% まで来ているということです。はい、よってですね、ホンダ好発進ということが言えます。はい、なおですね、好決算の最大要因は何だったかということなんですけど、はい、ズバリですね、北米ということです。はい、というのはですね、ホンダの北米ですね、直近5四半期販売台数っていうのの推移を見ていったときに、はい、26.7、27.5、31.8、33.5、で 39.2 ということで、はい、直近5四半期ですね、ずっと販売台数が増えているということで、1年前に比べて 1.5 倍になっているということですね。はい、ただですね、この1年間で北米市場におけるホンダの競争優位性が高まったというわけではないということですよね。何か1年間ですね、ホンダの外部要因もしくは内部要因で他社の競合に比べて何か優位性が特に高まったというわけではないということですね。はい、単純にですね、まずは価値連鎖の復旧ということで、結局ですね、アジア、東南アジアでも、ホンダはですね、自動車を作ってる、北米でも自動車を作ってる、で、いろんなところで、自動車を作って、部品っていうのをやり取りしているわけですけれども、その価値連鎖、生産供給の連鎖がですね、結局混乱してたのが復旧したということですよね。はい、それから半導体不足が解消したということで、結局コロナの期間にですね、顧客から受注してたにもかかわらず生産納品が遅れてた分っていうのを、どんどん受注残を消化していってるということですよね。だから過去に受注してました、で作るのが遅れてます、でも今作れるようになってるんで作って販売して売り上げを計上してるという状況ですね。はい、ではっきり言うとですね、過去に上がっていたであろう収益が、遅れて今現在上がっているということです。はい、やはりですね、ホンダの今後で最も懸念されるのは、2040年までに全ての新車を EV 電気自動車という非常にのんびりした目標ということですね。あと約17年後ということです。はい、なので、最大にして最激戦地の中国で、ホンダの中国直近5四半期の販売台数の推移っていうのがですね、38.7 で 51.1 で、そこから 44.3、 40.3、 34.3 ということで、はい、51.1 からすると3分の1減ったという状態になってます。はい、で思えばですね、トヨタ、ホンダというこの2社がですね、外国アメリカで大きなシェアを獲得することができたのは、ガソリン車からハイブリッド車というこの流れの中でですね、大きなシェアを取ることができたということです。はい、すなわちですね、他国の自動車会社では生産できないハイブリッド車の開拓企業が、日本のですね、特にトヨタ、ホンダだったから、外国アメリカで日本のトヨタ、ホンダが大きなシェアを獲得できたということですよね。はい、ハイブリッドっていうのは、ガソリン車と電気自動車の他の両方ですよね。だからエンジンとモーターを両方組み合わせてですね、自動車を走らせるということで、技術の難易度が最高難易度なんですよね。だから、例えばはっきり言ったら日本のトヨタ、ホンダじゃないと作れないっていう、ものすごい作るのが難しい難易度の高い車ということなんですよね。だから他の、このトヨタ、ホンダ以外の会社がですね、結局ハイブリッド車っていうのを作ろうということになると、トヨタまたはホンダの、いずれかからですね、
まあ、何らかの特許っていうのを、まあ、許諾してもらわないと、まあ、作れないというぐらい、まあ、非常に難しい車ということです。はい、だから、まあ、日本の他の会社だったり、もしくはヨーロッパの、まあ、例えばドイツの会社だったり、もしくはアメリカの会社だったりですね、で中国の会社だったりっていうのは、まあ、作れないんですよね。まあ、難しすぎるということで、まあ、エンジンっていうのをずっとですね、まあ、過去にですね、まあ、50年60年70年ということで技術を蓄積し続けてきた、まあ、このトヨタホンダだったからこそ作ることができた、まあ、ものすごい、まあ、難易度の高い車っていうのを、まあ、実際に作り、そして販売したということですよね。そうすると、まあ、他の国では生産できないわけですよ。アメリカ企業では生産できない、ヨーロッパ企業でも生産できない、中国企業でも生産できない、日本のしかもトヨタホンダだけが、まあ、生産することができるというような車だったんで、だから、まあ、外国アメリカで日本のトヨタホンダっていうのは非常に大きなシェアっていうのを獲得することができたということです。はい、ところがですね、今度の EV 電気自動車に関してはこれはホンダは完全に後追いなんですよね。はい、でもちろんということで最初から EV 電気自動車1本で取り組んでいた、まあ、テスラとかあとは中国の BYD に、まあ、遅れたというのは仕方がなかったとしてもということで、まあ、例えば中国っていう国はですね、まあ、日本にはガソリン車とかハイブリッド車には絶対勝てないと、まあ、100年経っても追いつかないというふうに判断したわけですよね。だから部品点数が3万じゃなくて1万の電気自動車というですね、まあ、この電気自動車だったら中国企業でも中国の中で生産して販売することができるということで、ある意味まあ国を挙げて EV 電気自動車の普及というのに取り組んだっていうのが中国だったわけです。はい、その中国、最激戦地の中国で結局現地企業の中で勝ち上がってきたのが中国の BYD ということですよね。もともとは電池の会社だったわけですけど、電池から結局電気自動車という形で発展していったということです。はい、だからアメリカのテスラとか BYD に遅れたというのは、これは仕方がなかったとしても、2040年目標っていうのはさすがにのんびりしすぎということですね。はい、で逆にということで、BYD ですね、中国の BYD はホンダのお膝元であるここ日本にですね、上陸しているということです。最近ですね、広告っていうのも非常に打つようになっているということです。はい、でも最悪の場合ですけれども、まるで JT の加熱式タバコのようにですね、はい、日本のシェアっていうのを取られるリスクっていうのがあるということです。はい、なので、ホンダ最大のリスクっていうのは、いわゆるイノベーションのジレンマということですね。はい、すなわちですね、優良企業は優良顧客に優良商品を提供するという正しきことを行い続けるがゆえに、破壊的な革新的企業に敗れるということです。はい、だからお客様に対してですね、誠実に答え続けるっていうのは企業としてはある意味正しいことをやってるわけですけど、そこにですね、今までの大企業の競争優位性っていうのを破壊するような、革新的企業っていうのが出てきた時にですね、結局負けてしまうというのが、過去の経営の歴史ということです。はい、よってですね、ホンダをまとめていくと、はい、ホンダはですね、受注残の消化によって北米での販売というのが回復しているということで、数字上好決算を発表しましたということですね。はい、逆に世界最大にして最激戦地の中国に関しては約1年で販売台数が3分の1減っているということです。はい、で将来的に北米そして日本までシェアをですね、例えば EV 電気自動車の会社に取られていくリスクっていうのを持ってますということです。はい、だから一見ですね、どれだけ株価が割安に見えたとしても成長性も入る企業価値からしたらですね、割安でも何でもないということですよね。企業価値っていうのは今からホンダが将来稼ぐであろう利益の合計金額ですよね。ってことは当然利益の成長性っていうのは考慮するわけです。はい、だから今まで通り利益がですね、成長していくであろうと、もしくは日本企業の平均ぐらいの割合でですね、
利益が成長していくということであれば、今のホンダの株価っていうのは割安っていうことになるかもしれないんですけど、まあ、過去に比べてですね、利益が伸びないということであれば、まあ、一見割安の指標に見えたとしても、実際企業価値からしたら割安でも何でもないということですね。はい、はっきり言って、まあ、低い方が当たり前ということになるということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、ホンダ今後の株価はですね、4910円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回はホンダ株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを4点させてください。1点目ですけれども、はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方はですね、まあ、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して、 EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということですね。はい、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。4点目、安全性を高める6つの投資先、資産の安全性を高める投資思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう